はい。今回は前回の動画、5月の新ツムの、まあ、スキル映像とか、スキルの画像概要を見て考察してた動画の続きになるんですけど、あのファミツのサイトで出てた、あのスキルの画像を見ていたら、ちょっとこのペアツムのスキル、 おかしくないって思ってまあ、流れとかがねなのでそこをもう少し噛み砕いて話していきたいと思います多分この性能で出たらあのぶっ壊れとかっていう次元じゃなくなっちゃうもうゲーム性がおかしくなっちゃう 感じがすするのでそこに触れますで今画面に出てるのがそのファミ通のページの、えー、とスキルの画像を、まあ、時間順に並べ直したやつですね。まあ、残り時間とか見て。で、左上の方にストームトルーパーから始まってるんですけど、まあ、ここから、えー、と一番左のダース・ベイダーのスキル演出に入るんですけど、まあ、ここもちょっとおかしいんですよね。少し画像ずらします。 ちょっと1枚ずらして一番左がストームトルーパーから入って次にダース・ベイダーが来るんですけどこのストームトルーパーの時スキルゲージ全然溜まってないんですよねダース・ベイダー。なのにここ21コンボから28まあ7回消去したのかな でもこれ数字見ると7回なのか1234567891010回とか消去してるよねまずここおかしいよね <laughs> だってこの消去した数字1とか4とか3とか細かい数字が見えてるんですけどここから28になるのっておかしくないちょっとおかしな部分があります ま、フィーバーが入っているのでコンボが途切れるとかそういうこともないはずなので、それでその後2秒後にダースベイダーが溜まっています。こんな早く溜まるのかいって感じなんだけど、どうしてこうなったって感じの画像になってますね。はい、じゃあ画像戻しました。 でまあそんな感じでなんか2秒でスキル溜まってるしなんかいろいろおかしいしってところはあるんですけどまあ、そこからダースベータのスキルが始まって1個右側まあランダムでツムを浮かせてえっ、ー、と画面フリックであのー、飛ばして消すよっていうスキルなんですけど、まあ、それが3つ目の画像ですね。まあ右にフリックしたから右側の方にツム飛ばしてえっ、ー、とツムを消してると。 いうわけなんですけど、この時もスキルゲージ全然溜まってないんですよね？トルーパーの方がちょっとだけ溜まってるんですけど、ただここからえー、っと4秒経って両方溜まってるんですよね？62秒から58秒で両方溜まってるんですよ。さらに言うとコンボ数見ると28コンボから31。 まあ3コンボっていうかまあこれ消去がまだ入ってないのでこのフリックで消したやつこれやると29になるはずだから2コンボで両方溜まってるんですよね両方ダースベイダーとストームトールーパーこの3番目の画像のダースベイダーの数見ると123456見えてるだけで6まあ7あるかな六6か7くらい でえっ、ー、とストームトルーパーが123456この右側に詰まってるところにいるのかどうか分かんないけどまあ6か7くらいしか消してないそこから2コンボで両方たまるのっていうねた <laughs> まるのかなこのちょっとね見ると左側3番目の画像の左側にストームトルーパーがいっぱいいるからまあここをぐるっとなぞればまあストームトルーパーたまりそうかなって思うんで。 ですけど、これ次の画像行くと、左下になるんですけど、さっきのストームトルーパーの塊いっぱいうじゃうじゃいたのが崩れてないので、ここ消した痕跡がないんですよね。なので、さっきのダースベーダーの、まあ、フリック消去から、まあ、2コンボ、まあ、ボム割ったとか、一応コインボムがあるんですよね。2番目の画像にコインボムが下にあって、 で、えっ、ー、と、このプルート、3番目の画像のプルートの後ろあたりになんかちょっとボムっぽいのが見えるので多分ここにボムがある。で、トルーパーのこの左下のところでコインボムなくなってるので多分コインボム消したんだろうなっていう予想なので1個はボムで割った。もう1回は多分、まあボムなのかなフリック消去。 ダスベイダーのスキルの後にボムが出る仕様だったら多分ボム2つ割ってちょうど31コンボなるはずなのでまあそれで溜まっちゃってるんだよねあのこれ全部同じプレーの流れなのであの上の点数見ても出てきているサブツムプルートとイーオーなので違うプレーではないんですよねもう一連のプレーの流れなので,でそっからストームトルーパーが始まって でここ重ねがけですね。真ん中のやつ。重ねがけから最後フリック消去までいってるんですけど、この2消去、真ん中の、このダースベイダーの演出が重ねがけ時の2箇所消去の演出なので、それだけで一番最後のゲージが溜まってるんですよね。一番最後の画像のスキルゲージがほぼ、ほぼ溜まってます。なんで、この、 今フリックで横ライン消去っぽくなってますけど一番最後の画像がこの消去をしたら多分スキルループしちゃいますしちゃいますこれ <laughs> なんで2箇所消去でスキルゲージ溜まりすぎなんですよねもう明らかにこの画像全てがおかしいのでうんこれ最後のフリック消去合わせればもうこれだけでループしますまあ明らかにそうでしょう なんでこの性能で出てくると、あのー、出てきたボム今2箇所消去でボムが出てきて多分フリック消去一番最後の画像の後でもボムが出てくると思うのでそうするとボム割りしてストームトルーパー発動してダースベーダー重ね掛けしてっていうだけのループになっちゃう。 ボム割ってスキルボタン押すボム割ってスキルボタン押すボム割ってスキルボタン押すっていうだけの作業になるもうツムをなぞるってことがなくなっちゃうと思うのでもうツムツムっていうゲーム性がなくなっちゃうよねまあシンデレラとかもあのひたすら時間が伸びる人もいるけどあれはまあなぞってボム割ってっていうまあスキルループしちゃうからまあ一応なぞるっていう概念はしてるんですけどこれ なくなるよ。<laughs> この性能だと。ボム割ってスキルループ、ボム割って、まあスキルボタンか。押すだけ。もう本当にタップだけになっちゃうので。で、一応2箇所消去でタイムボム、まあ10消去前後してたので、まあここも一応うっすら見えるんですけど、スターボムとタイムボム出ているので、こんなスキル中は時間が進まないはずなので、多分基本的にフリック消去の時はわかんないですけど、 なんでこれでタイムボムが出ようもんなら多分時間減らず下手したら増えてく。だから21億いけちゃうし、コイン数もすごいことになっちゃうしで、シンデレラみたいに多分疲れないしね、なぞらんから。<laughs> ちょっとね、この画像はおかしい。おかしいです。明らかにおかしいので、多分ね、 調整されると思います調整されるっていうかこれが最初に出したえっ、ー、とスキルの内容なのかこの1個前の動画で上げたあの公式 Twitter のキャンペーンのスキル映像が 調整した後の内容なのかわかんないんですけど、もうこっちはもう絶対ないと思う <laughs>。キャンペーン内のそのスキル映像だと、ちょっとあれスキル溜まらなさすぎなんだよね。2箇所消去した後に、この真ん中のやつのゲージの溜まり具合とかだったので、多分ほとんどゲージ溜まんない。まあ最後の消去でゲージが溜まるように設定してるのかわかんないんですけど、でもこういうスキルゲージの溜まり具合って 一連の流れだと多分そのゲージ設定のままなのかなちょっと全部のスキルを覚えてないので分かんないんですけどとりあえずファミ通ツが出しているこのスキル画像だと明らかに溜まりすぎておかしいしツイッターのキャンペーン内の動画だとたまらなさすぎて 弱く見えるまあ多分ほぼ使えないだろうっていう感じなので多分そのあたり調整してくれると願ってますけどもう明らかにこの画像の内容で <laughs> あの世の中に出したらもうツムツム壊れるよ <laughs> 本当に壊れると思う他のツムいらなくなって しちゃうしねコイン稼ぎも多分これでボム割ってスキルひたすら使ってればワンプレイで、まあ、10万枚20万枚とかまあ多分ほぼ時間減らずにい、まあ、けるところまでいくだろうし点数もみんな21億とか出せちゃう気がするのでだってボム割るだけだからね。<laughs> シンデレラみたいにチェーンのなぞり精度とかが多分いらないからこの内容だとね誰でも21億誰でもコイン稼ぎみたいな。 なっちゃうと思う。ちょっとこれはおかしいです。なんで、こっちの画像の内容は多分当てにしない方がいいと思います。まあ、ゼロではないと思うんですけど、さすがに、これで出したら本当にゲーム性おかしくなると思うので、僕はないと思う。んゼロじゃないと思うけど、限りなくゼロに近いと思います。これで出てきたらどうしよう。 <laughs> まあわかんないやん。まあ結局あと少しすればスキル映像とか公式 YouTube のあのショートのやつで出てくると思うのでそこが答え合わせになると思うんですけど多分もう少し調整されてると思います。はい。ということで今日の動画はこれで終わりです。どうしてもちょっとここだけ話したかったのでまああともう少しで新つむきますので待ちましょう。ではありがとうございました。バイバイ。